キヨテルは日本海軍の軍艦。キヨテルは輝く清い光の意味で液境にテルミツ日清その時とあるという、明治維新後の初めての国産軍艦として横須賀造船所で建造された。設計はフランス人技術者レオンス・ベルニー、建造は日本人の職工であった。また日本艦船として初めてヨーロッパへ遠征したことでも、 特筆すべき機関である。1888年にフレショーにより破壊された。三ーバーク型の包艦またはスループになる。日本で製造された機関の中で初めて2段、膨張式機械を備えた。ボイラーは片面冷化管2機を備えた。蒸気圧力は45ポンド、平方インチ。またフレ面複水器が設置された。 1876年11月29日の試運転届でによると回転数 60rpm で速力8ノット 75rpm で11.2ノットを記録した。1886年頃新しいボイラーに換装した。船体主要寸法については文献によっていろいろな単位で数値が残されている。右表の寸法は主に 海軍省報告書の値となる。他の文献の値も以下に示す。当初は2600トンの大型艦を予定していたが、資材不足のため計画を改めた。最終的に本艦と天城が製造されたと言われる。1873年2月10日、ベルギーに対し排水量 800A トン、出力180馬力、大砲5問の艦の設計を命じた。11月20日、 横須賀造船所に適行。12月4日、新造の180馬力艦は、キヨテルと命名された。1875年3月5日、明治天皇が臨行の下キヨテルは浸水した。10月15日付で、井上義香少佐を艦長に任命した。10月28日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮艦は、中村倉之助少将。 西部指揮官は伊藤助丸少将が任命され、10月31日、清照は東部指揮官所轄となった。1876年6月21日に清照は竣工した。1876年この年大巡行が行われ、清照は5月25日に横浜港を出港、青森港に開港していた。6月6日、カスガと清照、高尾丸が 大巡行の護衛として青森を出港した。6月27日、清ヨテルは常備艦とされた。8月1日入居し、ボイラーなどを修理した。10月30日再入居、スクリュー翼の接損を修理した。11月6日出居し、11月29日に試運転の結果が報告されている。 1877年1月12日スクリュー翼1枚を失ったため、横須賀で修理したいと申し出があり、1月16日、横須賀港に入港、同日入居した。1月19日出居し、横浜に開港した。1月、明治天皇の大和行行の際、副部官として同行した。1月24日午前11時、清ホテルは横浜港を出港。 1>, 1月27日午前7時55分、神戸港に到着した。鹿児島の情勢不安のため、2月13日午後10時、カスガとキヨテルは神戸港を出港、鹿児島に向かった。3月26日、長崎で機関部の修理の届出があった。修理は4月4日完了した。9月1日下関で機関が故障し、同時に午後8時闘病、翌2日に、 博多港に帰港した。5日長崎港に開港し、修理と決定した。清テルは10月10日午前1時30分に横浜港に帰港した。10月29日横浜港から横須賀港に開港し、横須賀で修理を行った。この当時は各港に常備艦を置き、そのために損傷からの修理が多くなって、現用の艦がカスが一隻になってしまった。そのため、 キヨテルの修理が急がれ、12月26日に出居した。ヨーロッパ遠征1878年から、翌年ヨーロッパ遠征を行った。1877年12月14日、欧州開港が命ぜられ、翌1878年1月12日、横浜港に開港し、1月17日午後2時45分、横浜港を出港した。 同日は、金川に停泊、翌18日は、下田港に停泊、翌19日出港、1月23日長崎港に到着した。1月26日長崎を出港したが一旦、引き返し、1月29日改めて出港した。2月3日、香港機、10日発。2月17日、シンガポール機、21日発。3月1日、コロンボ機、 5日発、3月18日アデンキ、21日発、3月29日スエズキ、翌30日発、同3月30日イスメリアキ、翌31日発、同7月31日ポートサイドに入港、5日間停泊した。4月11日マルタ島バレッタに開港、4月13日からマルタ港の造船所で入居し、修理を行った。 5月4日同時発、以後は各校に数日間停泊した。同日シチリア島シラキュースキ。5月7日、同東メッシーナキ。5月10日、イタリアナポリキ。5月18日、同国ラスペツヤキ。5月20日、同国ジェノバキ。5月24日、フランスツーロンキ。5月29日、同国マルセイユキ。6月5日、スペインマルセロナキ。 6月9日、同国カルタヘナキ。6月12日、イギリス領ジブラルタルキ。6月15日、ポルトガルリスボンキ。6月20日、スペインフェロルキ。6月26日、イギリスプリマスキ。7日、停泊。7月4日、同国ポートランドキ。7月6日、同国ポーツマスキ。11日、停泊。7月18日、同国グリーンハイスキ。11日。 停泊。なお、海軍省報告書によると5月25日、清照のリ組の河村章介少尉はイギリスで退官し、3年間の自費留学を行った。7月31日フランスセルブル期、15日停泊。8月21日イギリス領ジブラルタル機。8月26日フランスツーロン機、9月29日より、同地で修理を行った。 10月3日、イタリアジェノバキ。10月8日、同国ナポリキ。10月14日、シチリア島パレルモキ。10月18日、道島メッシーナキ。10月20日、マルタ島、バレッタキ。10月23日より、スクリューツバサ1枚の交換などの修理を行った。11月3日、トルコベシカベ駅。11月4日、同国チャナク茎。11月6日、 同国ガリボリ期。11月7日、同国アルタッキ期。11月9日、同国コンスタンティノープル期。11日停泊した。以後帰国の都につき、チャナク、ポートサイド、グレートビターコ、スエズを経由し12月8日、アデン期。12月26日ボンベイ期。1879年1月6日より、同地で上甲板の修理を行った。 1>, 1月11日ボンベイ発、17日コロンボ期。1月21日コロンボ発、ポイントデガールに開港、23日同地発、31日ベナンに到着した。2月4日ベナン発、2月6日シンガポール期。2月23日シンガポール発、3月2日マニラ期。3月6日マニラ発、9日ランマシマニシワンリ。 翌10日香港に入港した。3月16日香港発。霧のために香港口帝島島で漂白。翌17日出港したが、北東風のために18日地の米に飛泊。19日同地発。20日、アモイ外港に到着。21日アモイに入港した。3月25日アモイ発。3月29日、長崎港に帰国した。4月4日長崎発。 欧米裏、神戸、鳥羽に寄港し、4月18日横浜に寄港した。4月23日品川に帰着した。1879年5月19日品川から横須賀に開港した。6月21日横浜に開港、23日に艦隊訓練を行い、横須賀に戻った。8月26日品川に開港した。 9月18日横須賀に開港した。9月10日キヨテルは修復艦と定められ、9月22日より横須賀造船所で修理開始、30日にボイラーを陸揚げした。1881年7月7日に修理は完了した。1881年7月1日に造船所、諸葛修復艦のキヨテルは東海鎮一府不備艦とされた。 7月28日キホテルは横須賀港を出港し、30日兵庫港に入港した。8月6日兵庫港を出港、翌7日に富山港に到着した。以後2川、は島と帰港し、9月1日豊島を出港、3日に伊豆原に到着した。9月7日、9日と伊豆原発、同地にを繰り返し、9月12日地区時に開港した。 9月14日同地発、富山に入港した。10月1日同地を出港したが一旦引き返し、翌2日改めて出港し、長崎に開港した。長崎工作分局で10月9日から10月15日まで修理を行い、10月24日、長崎執行、27日元山津に入港した。11月20日、松田湾、22日内湖湾。 25日元山津と開港し、12月1日道地を出港し、3日、不山港に入港した。12月18日都営、21日絶景島、西岸、22日不山へ開港した。12月24日道港を出港、翌25日に長崎港へ入港した。1882年1月27日長崎を出港し、翌28日不山期。 2月22日同校を出港、翌23日に巨文島へ到着した。2月24日土地発、25日豊島機、26日新川へ開港した。3月14日新川を出港し、16日富山期。富山沖で射撃訓練を行った。3月24日富山発、翌25日に長崎港に入港した。 長崎工作分局で4月6日から4月10日まで修理を行い、4月14日長崎発、彦島、文字、伊予部鳩に寄港し、4月27日兵庫港に入港した。4月29日兵庫発、5月1日午前に横浜港に寄港した。横須賀造船所で1882年5月17日から6月9日まで修理を行った。 キヨテルは8月9日横須賀港を出港10日神戸港に入港した8月11日神戸港を出港12日文字ラに入港8月14日文字ラ発8月16日新川港に入港した8月22日豊浦、火山浦、南洋と開港し新川港に戻った8月31日新川港から南洋に開港 9月2日豊浦を経由し、新川港に戻った。9月10日豊浦に開港、11日同地発、12日芝吹き、13日同地発、14日新川港に戻った。9月19日新川港発、文字裏に帰国した。9月26日文字裏発、9月27日、兵庫講義10月3日兵庫発、10月5日品会に、 帰着したキヨテルは11月17日から横須賀造船所で修理を開始、1883年5月21日まで修理を行った。7月2日に試運転の成績が報告された。1883年4月19日、期間学校生徒1名が実地演習のためにキヨテルに乗り組み、生徒は12月に退官した。7月6日キオテルは、 品川を出港して、立山湾に開港、同地で、大砲射撃を行った。翌7日に、浦賀に入港、同日同地発、羽港、兵庫港、五福島湾、文字浦を経由し、8月24日、新川湾に到着した。9月19日新川湾発、長崎港、平戸河内湾に開港し、10月16日新川湾に戻った。 11月16日、新川湾発、長崎に開港し、12月14日、富山浦に到着した。12月20日、新川を目指して出港したが、暴風のために前に進めず、24日、伊万里に到着した。28日に、伊万里から長崎に開港した。1888年12月7日午前2時ごろ、駿河湾にて触れしょう。12月10日午後2時ごろ、 船体が破壊された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、ありがとうございます。